こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。前回の動画では、新しい年2020年に向けて、一つのコーディネートを紹介したんですが、今回は第2弾としてまた違うアイテムで違うカラーリングで、今回は紹介していきたいと思います。前回の動画は、そのブラックとチャコールグレイというね、そういうモノトーンな感じのコーディネートだったんですが、今回はまた色目を変えています。今回はこのブラウンとネイビー、ブラウンとネイビーのコントラストをどういう風に映るのか、それを今回紹介したいと思うんですね。いろんな色を入れるんではなくて、ちょっと統一感を表したんですね。そのブラウンのジャケット、そして、靴ですね、シューズ、そしてベルト、そしてネイビーはシャツとジーンズというふうに、この2色の色合いをうまくこう組み合わせてどういうふうになるのか、これをぜひ紹介したいと思っています。まずはジャケットなんですけども、ジャケットは前回の動画でそのモデムデザインのシングルライダースのブラックを紹介したんですが、今回色違いのこのブラウンですね、ラムレザーを使ったこのブラウンのシングルライダースジャケット、これを選んでみました。非常に柔らかくてしなやかなラムレザーを使ったタイプですね。そして今度はシャツなんですけども、シャツはまたこれも大阪のブランドクロロから、このネイビーのシャツを選んでみました。このタイプはこのシャツ生地なんですね。ここはシャツ生地なんですけども、このフロントの部分、前の部分はこうニットでできてるんですね。非常にこのインパクトのあるシャツですね。非常に個性的なタイプのシャツを選んでみました。そしてパンツですけども、もうパンツはおなじみの岡山小島のジャパンブルージーンズから、このテーパードジーンズを選んでみました。非常に形のすっきりとしたジーンズなんですね。パンツはこれを選んでみました。そしてさらにベルトですね。ベルト、このベルト、このベルトは、バーンズのギャルソンベルト、この茶色ですね、この茶色の色、これを選んでみました。そして足元なんですが、足元はドクターマーチンのこのタイプですね、このブーツです。こちらを選んでみました。こういうふうに、その茶色ですね、ブラウンとネイビーを組み合わせて、この2色でどういうふうなコーディネートができるのかを紹介したいんですね。このモデムデザインのジャケット、このブラウンは M サイズ、そしてクロロのシャツ、これも M なんですね。で、ジャパンブルージーンのテーパード、これ29インチを、履いてみたいと思います。そしてベルトは M サイズですね。ただ、このドクターマーチンですね。ドクターマーチンのこの、モンキーブーツですけども、これはですね、サイズが28しかないんですね。28しか在庫がないので、私にとってはちょっと大きすぎるんですけども、まあ、全体を見て、ちょっとこの、靴だけが大きく見えるなっていうふうなことがあるかもしれませんが、それは、ご了承ください。サイズがちょっと合ってないかもしれません。それではこのブラウンとネイビーの組み合わせたコーディネート、どういうふうになるか、これをぜひ見てほしいと思います。In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.We'll be right back.
今回は新しい年2020年に向けてのコーディネート第2弾を紹介していきました。このブラウンカラーとネイビーカラーの組み合わせ、他の色は一切入れずにこの2色で、ちょっとコーディネートしてみました。非常にスッキリとまとまったコーディネートだったと思います。今回は、第2弾として、このブラウンとネイビーのコーディネート、こちらを紹介していきました。